はい、皆さんこんにちは、しおりです。はい、ということで本日の動画なんですけれども、サムネタイトル見てもらったら分かると思うんですけれども、今回ホームラン打つたびにこちらの白米の方を食していきたいなと思っております。ということで、ね、使う選手はこちらです。ビシエド選手、リアタイで使ってみたはい、ということで今回中日ドラゴンズビシエド選手を今回リアタイでね使っていきたいなと思います。一緒に見ていきましょう。弾道パワーヒッター、ミート77、パワー78、走力65、パワー型の選手でございます。守備適性は一応ファーストですね。64 C 適性ということ、裏す CBB ということで、守らせるにもかなり OK な能力になっております。さらに特殊力、超広角打法、パワーヒッター高い対左投手ということで、特殊能力のですね、超広角パワーヒということで、かなり強い、かなりリアタイ向きの選手となっております。こちら今回ビシエド選手ですね、1番ファーストの方でですね、まあ、広角パワーヒッターやはり強いというところ、まあ、坂本選手とかもですね動画で出しているので、浅村選手とかもですね広角のパワーヒッターやはり強いという、超広角打法はやっぱ強いよというところですね。今回さらにホームランを打つたび、こちらをですね新潟県産コシヒカリ、私の地元新潟県のね、お米食べながら今回ですね、まあ、中日といったらやはり米でしょということでね、やはり今回ですね、まあ、ビシエド選手、ね、以外全て全員ホームラン打ったら米をね勝ち込んでいきまして、今回リアタイやっていきたいなと。まあ、私はですね、米を食いながらでもリアタイ勝てますよというのをですね、皆さんにお届けできればなと思いますということで、早速リアタイ行きましょう。どうぞ。はい、ということでよろしくお願いいたします。1試合目のやっていきたいと思います。今回先行でございます。相手の先発ピッチャー今永投手ということで、球程ですけども関係ございませんということで、先に行っておきましょう。いただきます。1番ビシエド、交換ツーシームストレート来た瞬間インコース勝ち込みます。広角持ってるんで外角もしっかりね流せばホームラン余裕で入るので、ビシエドの強さ見せます。あ、ボール球、うん、すいません、ボール球でした、ごめんなさい。まあヒットなんで許してくださいということでいきましょう。2番大谷翔平、さすがにね、白米を一口も食わないということはなしにしたいと思います。さすがにね、まあできればこの動画で全て食し尽くして。全部食い続けたいと。ベクトル大谷さん、これが大谷翔平ということで食っていきたいと思います。いただきます。うまい。初球ボール、改めてしますが、うまっ、やっぱ新潟県産はうまい。食いながらだから全然できない、そこも食べれない。基本的にはホームランを狙って、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 先制となるツーランホームランが出ました。レッドマークをして、なおもその。はい、やめて。落ちる落ちる落ちる。はい、やめて。ナイス、俺しかもナイス。ナイス、はい、代打いきます。行きましょう。代打大山選手行きたいと思います。はい、広角打法もろた。通信のストレートあります。球程とか関係ねえ、正直一発かまします。ながらいただきます。いや、大山えぐい、やっぱり、やっぱ大山マジで。ダイヤ外いきます。かまい、ふるさと、ね、これビシエド選手回ります。ここ繋いだら、いや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 、ビシエド回します。はい、ということで、こちら先発ピッチャー、ダルビッシュ有投手ということで、まあ一応ね、2ホームランかましたんですけども、2回回ったらですね、ビシエド選手回ってきますので、まあ2失点 OK って感じで、まあ2失点する分には全然 OK。OK。っていうね、心でいきたいと思います。まあ、抑えたら抑えたで、日大目ビシエド選手、しっかりホームランかましていきたいと思うので、はい、休もう。休憩もこれ、打たないと、手したことねえってなっちゃうんで。ちょっと打っていただきたいというところもありまして、強さを見せつけるために。ライト、おい、せいや、せいや、ナイス、
バッターボックスには3番、本当に君、宮廷ですか。2アウトになっています。俺に負けてるよじゃ、手したことねえんじゃねっか、お前。早くも2アウト。いや、終わったし、ありがとうございましたということで。強すぎました、私がということで、2試合目の方、BCA 選手ホームランします。はい、ということで、2試合目の方、よろしくお願いいたします。というか、またもや先行、相手の先発ピッチャー、金子千尋投手ということで、今度こそビシエドでホームランかましていきたいと思います。まあさっき1打席しか回らない。はい、広角パワーヒーナイス、一発かまします。まあ2種スプリットですね。まあその関係で、うわー、カッツね、珍しい配球いきます。あ、ビシエド集中。いやー、今のうまかったんちゃうすけ。お前、オッケー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 。これちっちゃいスプリットもあるんで気をつけながら。ビッグフライビシエドさん、かますよ。ボール球やないかよ、お前。さっきからボール球打ちすぎや、お前。ボール球打ってる時点で無理や。まああと金子千尋苦手、金子千尋苦手っていう、普通普通に苦手っていう、ちょっと頭の中にそれが入っちゃってるんであんま打てないっていう、それもよくない。大谷最強です。マジ大谷最強。もうやばすぎる大谷が。はい、変化球が決まった。やんなぎた。いや、うん、見えてます。いや、うん。今は何か。フォアボール？やつ？いや、行きましょう。岡本和真アーチェス合格パー99。これもらった。これはもらいました。申し訳ない。走りません。アーチェス合格走りません。いらいらんないよ。回転少ない方がちっちゃいスプリットですね。スペシャル岡本さん、岡本さんも最強。マジでマジエグい。初球は際どいところに来ました。ストライクです。マジエグいわ。マジ岡本だわ。惜しい。まあこういう時もある。こういう時もある。マスタータカ。ルイビト。選球が神。ビシエド全然ホームラン打てないやんけ。ビシエドで打ってよ、マジで。何をやってんの俺、ビシエドで打ってよ。はい、ということで、投球のはですね、こちらの先発ピッチャー、千賀投手ということで、まあ、千賀投手、抑えたらね、ちょっと飛ばしていきたいなと思いますし、ビシエド選手も真若くなので、ちょっとここはですね、千賀投手、しっかり抑えて、2回ね、バッティング、届けていきたいなと思います。ということで、いきましょう、バッティング。カウントはフルカウントです。イエーイ、ビシエド回ってきました。こい、広角だ。ファイバーオッケー、ファイオッケー。一発かまします。ここでここでビシエドの強さ見せます。先ほどの打席はライアフライに打ち取られ、打ち取られ、打ち取られています。バカ野郎。ここベースピッチ、アイナイスボー、見逃しということで、2試合目も見事に勝てましたということで、3試合目以降はビシエド選手の打席のみお届けしていきたいと思います。はい、ということで3試合目の方いきたいと思います。相手先発ピッチャー千賀滉大投手ということで、相手球勢とかではかなり強い方だったんですけども、いやいいね、ビシエド交換パス一発かもしれません。おい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 、見えてる、かますよ。甘かったら勝ち込みます。外角もしっかり合わせ、いいや、まあまあまあ、ヒットナイスバッティング。これは普通にナイスバッティングなんで、次の打席では絶対ホームランかましたいと思います。はい、ということで続いての試合でございます。相手の先発ピッチャー菅野投手ということで、1番ビシエドまたかましていきたいと思います。特能よろしくお願いいたします。 OKOK、 広角だけで相手強いな。スピードすぎます。ストレート張ります。集中。スライダー無視。ストレート
来これ一旦無視で、ストレートワンシーム思いっきり引っ張ります。この能力でもいけます。ボール球申し訳ございません、ヒットですけども許してくださいということで、ちょっともう一試合やってね、その打席最後にしていきたいと思います。はい、ということでこちらラストの打席にしていきたいと思います。相手先発ピッチャー藤井小屋投手ということで、深めはしますピッチャー、広角パワーヒーフォースラ張ります。フォースラ張って空振り OK います。ということで、いや米はうまい、米はまんじゅううまいね、まんじゅううまいということで、皆さんも米を食っていきましょうということで、今回こんな感じであの動画を終わりたいと思います。ごちそうさまでした。